ヤパポロリン、アヤポンだよー。はい、ということですね。今日はたくさんウーバーイーツをしちゃいました。ちょっとお腹空いて2、3個食べちゃったよ。まだあと1個来るんですけど、ガチで遅すぎても待ってらんないので食います。はい。で、私はなんでこんなに爆食いをしているかというと、その通りでございます。生理なんです。はい、いただきます。うまっ。はい、もう食べちゃいます。いただきます。今日はね、何をするのかと言いますと、あ、その前にコモドットさん3秒前におめでとうございます。今これ撮る前にちょっと見てたんですけど、配信を。めっちゃね、悔しいのが、あ、もうすぐ300万人行くみたいな、あードキドキみたいな感じで見てたの、テレビでね。で、目あとこうやって、あ、もうそれ行くね、あ、緊張するみたいな気持ちでなんか見てたんですよ。で、そしたら19時からね、ズーム会議が入ってることを忘れてて、で、その時ね、7時ね、15分ぐらいで、もうあとね、ちょっと、1万ちょっととかだったの。で、もう、あ、やばい、行くみたいな感じでさ、ルンルンするわけじゃん。で、達成の瞬間見たいわけじゃん。そしたらなんかいきなりさ、マネージャーさんから連絡来て、ズーム会議入りますかみたいに言われて、やばい、15分遅刻してると思って、達成の瞬間をちょっと、なんて言うんでしょう。オンラインでは見れなかったんですけど、本当にでもその前までは見てたの、ちゃんと本当に。でもまあその後ズーム会議終わった後に見させていただいたんですけど、本当におめでとうございます。すごいですね。私が出会った頃、ヤマト君のインスタのフォロワー7万人だったよ。で、私が9万人ぐらいで、あれみたいな感じで、なんか買ってねみたいな感じで思ってたら、みたいな、100万人みんないるんですが気まずみたいな感じなんですけど、本当におめでとうございます。ということで、今日はまあ食べていくんですけども、生理ってなるとまあやっぱね、イライラすると思うんですよ。私は特にすごいイライラしやすくて、彼氏に当たってしまったりとか、まあそういうことがたまにあるんですね。はい、なのでなんかそういうなんかイライラしてるからこそ、なんか彼氏に言えることみたいな感じで、なんて言うんだろう、まあ彼氏にイラつくことを皆さんに募集したんですよ、インスタで。なのでそれを読んでいきながらちょっと爆食いしていこうかなって思ってます。はい、取りまくうよね。通りすがった女性のことを目で追ってる時、めっちゃ若いわこれ。街とか歩いててさ、若い人とかが歩いてると、めっちゃ男って見るよね。あれ何なの、マジで。悪いことだと思ってないよね、多分男は。何が悪いのみたいな感じで今男性を見てたら思うと思うんですけど、女からしたら結構あれイライラするよね。は、追ってんじゃねえよみたいな。しかもさ、なんか JK とか足出てる子とかさ、ちょっとエロめのタイトなワンピースとか着てる人とか見るとさ、なんかさ、もう目で追うだけじゃなくて、もう顔ごとこうやって追うじゃん。あれだるくね、見んじゃねえよそんなに、と思って思う。それは超わかる、超わかる。靴下脱ぎっぱなし、これはガチでわかる。綺麗好きな人はやらないと思うんだけどさ、男って本当に全部やりっぱなしじゃない？おかしいよね。そこまでそのままにするっていうぐらいさ、本当にそのままにすんのよ。靴下とかもそうだし、あと食べたご飯とかお皿とかね。よくここに、ここのままずっとここに置いたままいられるなと思うんだけど、私からすると。私は逆にもうすぐ全部済ませたい人だから、すぐ運んで洗い物とかも結構すぐ済ませたいタイプなんだけど、男って歩いた跡が分かるようにさ、いろんなところにさ、パンパンパンって置いてあるよね。超分かる、それは本当に分かる。トイレ座ってしない時、あー、これはね、まず私んちはもう男の人はとりあえず誰でもね、立ってトイレするの禁止にしてるんだけど、これは本当に男の人ね、自分でね、トイレ掃除したことないから わかんないかもしれないんだけど、ね、本当に立ってするとね、もう本当にいろんなところに飛び散って、なんかもうね、本当にね、あれ掃除が本当に大変だから、マジで座ってやった方がいいよ、衛生的にも。お泊まりしてもすぐ寝て、次の日も一日寝て、寂しい。え、わかる。さ、男の人ってさ、これでもかっていうぐらい寝ない？あれなんで？12時間とかさ、ぶっ通しで寝たりしない？男の人。シンプルに連絡が遅い。でもマジでわかる。連絡が遅いは、本当に好きなのとか思っちゃう。考えがガキだし、まだね、自分が。だから、こう思っちゃうのかもしれないけど、大人の人たちってさ、連絡の頻度とかさ、どんな感じなんだろう。なんか、連絡の内容とか。めっちゃ気になるんだけど、私結構、LINE とか、結構頻繁にするんだけど、本当にくだらないの。今何々してるとか、このベアめっちゃ可愛いとかめっちゃ送るんだけど、本当にくだらないことしか話さないのね。でも友達に聞くと、マジで業務連絡だけみたいな。
感じの子もいるのね。今何々してる、これから何々する、今からバイト行ってくるとか、それだけでもいいと思うんだけど、私はとりあえず写真を送る、その今やってることとか。なんか写真送るとさ、結構さ会話もさ弾むじゃん。こんなことやってんのいいなとかさ、あっちも写真送ってくれたりするとさ、今そんなことしてんのいいなとかさ、なんか結構さ何してるか把握できるし、写真とか送り合うのすごいいいと思う。自撮りとか、今日うち可愛くないとか言って送ったりする。貧乏ゆすりとくちゃら、貧乏ゆすりはガチで無理だ。やもん、貧乏ゆすりする男の人であんまいい人見たことないの、正直。怒りやすい人が多い気がする、貧乏ゆすりとかしてる人。確かに食べるのが綺麗な人とかがいいね。寝る前とかに私がちょっと LINE の返事遅くなっちゃったら同じペースで返してくること。早く寝たい。結構だるいね。私もさ、結構さたまにさやっちゃうのよ。マジでずっと返事してなくて、あやばい、待って返事してなかったとかさ、返事が早すぎてさ、なんか反映されない時あんじゃん、通知が。それさ、なんかずっと返事来ないんですけど、なんか悲しいと思ってさ、なんかはぁと思ってずっと前ずっと過ごしてさ、6時間ぐらい経ってからさ、ガチでなんでこんな返事返ってこないの、本当うざいんだけどと思ってさ、こっち LINE 開いたら、みたいな、1分以内に帰ってきてるっていう時めっちゃ気まずくない？わかるこれ。なんか自分がめっちゃ無視しちゃったみたいな感じになるから。女の子とめっちゃ絡んでること、めっちゃわかる。なんかさ、生理の時ってさ、普段はさそんなさ、私もさ嫉妬とかしないタイプなんだけど、なんかさ生理の時ってさ、ちょっと楽しそうに話してたりするとさ、めっちゃイライラしない？それわかる。元彼なんだけど自分より友達全部優先。私もこれマジで元彼そうだった、本当に。めっちゃイライラするよねあれ。なんなの、まあ、確かにね、友達を大切にして友達と遊ぶのとかは全然いいんだよ、全然いいし、別に友達と遊ぶなとか言ってないけど、今から友達と遊んでくるって言って、じゃあ今日の夜一緒に会おうってなった時に、あいいよ今日会おうってなって、ごめんみたいな、友達と遊んでてまだ時間かかりそうみたいな、今日夜遅くなっちゃう、あやばいごめん、ちょっともう今帰ってても遅くてもう無理みたいな感じで言われて、はみたいな、自分一人で帰ってこいよって感じなの。そんな約束してんだよこっちは、さっきんだよって思ったことありましたね本当に。写真こっちが撮るばっかでこっちを撮ってくれない、わかるかも。私もこれたくさん撮っちゃう人なんだけど、まあ嫌だなとは思ったことないけど、けど言ったことある、絶対写真とか動画で収めた方がいいよって言った。その思い出に残るし、私だけのやつだったら私目線の写真しかないから、撮って自分目線の写真とかあった方がいいよとは言ったことある。そしたらねちょっと撮るようになった。でも男の人ってさ、割ともう写真さ撮るさ習慣みたいなのないじゃん。私はさもう JK の時にさめっちゃ写真撮りまくるっていう習慣がさできたからさ、めっちゃいろんなとこいろんなものを写真撮りまくるんだけど、男の人ってないからね。まあそれはしょうがないよね。でもわかる、めっちゃわかる、これわかると思う。だから彼氏いる人だったら多分これ結構みんな共感してると思う。めっちゃわかるってなってる多分。なんかさ普段さそんなさ気にしてはないじゃん。なんか写真撮ってくれないなとは思ってないけど、言われてみればそうだわってなるよねこれって。話した内容覚えてない、うわこれきついな、話した内容覚えてないわ。結構私イライラしちゃうかも、生理前とかだったら。いや生理前とかじゃなくてもイライラするかも。話の内容覚えてないは結構きつくない？前も言ったじゃんとかなるんでしょ。きついな、ちゃんと話を聞いてくれてないってことだもんね。それやだわ、確かにやだ。今度されたらキレるわ、やも今日で学んだ。男と飲みに行くなって言ってるくせに自分は平気で行くのマジでうぜ。めっちゃ分かる。男の人ってさ、なんかさ何々するな何々するなとかさ、いろいろさなんか言ってくるじゃん。こういうことはするなとかさ、あそこには行くな、男の人と遊ぶなとかさ、めっちゃ言ってくるのにさ自分は平気にするよね。あれどうして、あれはどうして、お願いどうしてだろう、教えてほしい、お願いします。あれはどうしてなの、すごくわかる。こっちもさ別にさ嫌に決まってんじゃん、飲みに行くのとかだけどさ、なんかさ行ってもしょうがないみたいなさところあんじゃん、なんか男の人って。なんか行ってもさ行くやん。めっちゃわかるんだけど、女の人にだけめっちゃ言うよね男の人だって。さなんか LINE とかもするなとか男の人とさ行ったりするのにさ、自分は平気でさ女の人の LINE とか入ってたりとかさ。自分で言うなら自分もそれ実行しろよって思うんだけど。家事をしてくれない、言ったらやってくれるんだけど基本全て放置。わかる、男の人ってさ本当に家事しないよね多分。もうそれはもうしょうがないんだと思うよ、家事は女の人みたいな感じじゃんもう。だからやっぱそうなっちゃうのは仕方ないと思うんだけど、確かに言ったらやってくれるよね、言ったらやってくれるんだけど言うまでは絶対やらないよね。ベタベタ甘えてくること、私も起きる現象なんですけど、普段はねめっちゃベタベタでもいいのよ、かわいいかわいいってなっていいんだけど、私の場合生理前生理中になるとベタベタされるのが嫌になっちゃって、ベタベタすんなよとか言っちゃう。最低だよね。いつもはさかわいいかわいい、もっとベタベタしてあーとか、そんな感じなのにさ、生理前とか生理中になるとさベタベタしないで男のくせに
言っちゃう。それは分かる。あ、私はね、生理中の時だけなる。で、申し訳ないなって思うけど、いや、まあしょうがない。生理現象、はい。別にイケメンでもないのに謎に女友達多い。なんか自分がもし男の友達と遊んでくるって言ったら絶対に嫌だって言うじゃん。男って、男女の友情なんてないからって男の人って言うけどさ、自分をさ、女のさ、友達とかさ、あ、こいつはマジで女として見てねえからとか言うじゃん。なんなのあれ。矛盾しすぎだろ、バカが。はい、やっと来ました。ずっと待っていたたらこご飯みたいなやつ、明太子ご飯。1時間半ぐらい待ったんじゃない？リアルに本当にそんくらい待った気がする。いや、そんくらい待ってる。もっとも2時間ぐらい待ってるかも。いただきます。うまい。運転荒い。抜かされそうになったアクセル踏むのやめてほしい。運転荒い人本当に嫌い。乗っててなんか嫌な気持ちにしかなんない、そういう人の運転って。私ダメだな、マジで荒い人ダメだな、それに関してはマジで。しかもさ、そういう人ってさ、ここでさ邪魔だなとか言うじゃん、舌打ちとか。そういう人もダメ。車とか譲る人の方が全然いい。出かける時にどこ行くとか決めてくれない。あ、これは分かる。私も結構いろんなところに出かけたいタイプだからさ、え、今度出かけようとか言ってもさ、え、どこ出かけるって言ってさ、全然あっちが決めてくれなかったりするさ、はぁみたいになっちゃうよね、ちょっとたまにね。うん、分かる。ちょっとたまには考えてほしいよね。もう無理、お腹いっぱい死にそう。最後クレープ食べて終わろう。ブリュレーイチゴクレープみたいな頼みました。いただきます。甘い。甘つぎあんげんなのよ。甘っ。クレープとか超久々に食べたんだけど、甘すぎちゃってるわ。上がカリカリしてる。はい、こんな感じでね、皆さんの彼氏への不満を募集して爆食いしてみました。生理とかめっちゃ食ってんだけど、えぐい。はい、こんな感じですね。イライラしたら食べましょう。私はそうしてます。ということで、こんな感じで終わります。バイバーイ。